皆さん、こんにちは。私はプロサッカー選手をしています。宮城県岩沼出身の大久保剛志です。高校卒業後、ベガータ仙台に入団し、今はタイのライオン SC というチームでプレーしています。震災の時、私は仙台市内の飲食店で食事をしていました。大きな揺れが始まり、店内の厨房が崩れ落ち、大きな音が鳴り響き、 そして一瞬火の粉が舞い上がったのが目に入りましたとっさにここから逃げないといけないと思い出口へ向かいましたが自動ドアが開かず無我夢中でガラスを割って外に出ました頭が真っ白になり必死で冷静になれようとしていたことを今でもしっかりと覚えています日が経つにつれて明らかになる大きな被害を目の当たりにして 今の自分にできることを考えるようになりましたその結果避難所生活で頑張っている子どもたちに元気に体を動かしてもらったり笑顔になってもらいたいという思いから「ゴーシースマイルフットボール」というサッカー教室を開き子どもたちと触れ合う活動を行いましたたくさんのご協力のおかげで今現在も活動を続けることができています 今となっては子どもたちからたくさんの元気を私が頂い,いている形になっていますそして今日で震災から10年という節目の年を迎えましたがこの10年の時の中で復興に向かって頑張るたくさんの姿を目の当たりにしてきました私もその方々を見習いどんな状況にあっても 努力や挑戦をし続ければいけないという思いで今現在もプロサッカー選手として走り続けることができていますこれから皆さんにもいろんな出来事が訪れると思います夢を叶えるためにも強い気持ちを持って挑戦を恐れずいろんな経験を積んで一生懸命頑張ってほしいと思います一緒に夢を叶えましょう スポーツの力で未来に光を。